Maria. Have it off. ありがとうございます。プレゼント。また何かの時に歌、だって歌えないんだもん。最後のやつちょっと開封して終わります。何届いた？いや、いっぱいもらいましたよ。ありがとうございます。本当にそうでしょって、本当だよ。なんだろう。何？まああれか、俺欲しいっつってたからだわ。コップ。これでわかる？これヒント。コップがついてるってことは、これ大ヒント。わかる人います？わかる言ってごらん。なんだと思う？いや、サーバーってこんなちっちゃいところに入ってるわけないじゃん。そんなちっちゃいわけないでしょ。いや、出てこないか。オーダーさ、コーヒーメーカーこんな持てないよ、手で。お酒でもないし。ヒント、洗面所で使う。ヒント、洗面所で使います。わかんないか。あ、答え出てきましたね。リステリン。これもね、俺配信で欲しいって言ったんだよ。ありがとうございます。ちゃんと俺の配信聞いてるんだね。本当に素晴らしいよ。リステリン2つもいただきました。ありがとうございます。ありがとうね。いや、口が臭いとかじゃなくて、俺が欲しいって言ったの。そう、嫌味で送ってきたじゃないんだよ。本当にそうやって捉えるよね。俺が欲しいって言ったの、リステリン。臭いからじゃなくて、臭そうだから嫌味で送ってきてるじゃないんだよ。本当になんかそういう考え方しかできないんだね。口臭くないから、歯も綺麗だし。口は臭くないですよ。鼻ならいいでしょ。今日同じやつ買った？味やばかったの？そう。歯磨きした後に使うらしい。だから使ってみます、歯磨き終わったら。一番嬉しかったの？やっぱマイクかな。これなんかの時に歌えるし。これ充電するのかな。充電して、これ一番嬉しかったかも。とか全部嬉しかったけど、こう実用性があるしね。これも嬉しかった。これして寝ます。アイマスクして。歌える、何聞きたいの？歌える曲にして。歌える曲、ちょっとラブソングがいいかも。あ、虎視眈々は歌えるよ。で、ボカロ系は結構得意だけど。ああ、いいかもね。歌ってあげるわ、ラブソング。もうラブソングといえばって曲歌ってあげる。じゃ
ちょっとガチ恋増やすわ。ガチ恋いないんで。俺の歌でガチ恋増やして。これやっぱ男に歌われたら落ちると思う。確実に。これやばいでしょ。歌います。じゃあこれは弱いと思うよ。女は聞かせてやる。何なんだ、くっせえわって。何くっせえわって、そんな歌あった？くっせえわって、うっせえわじゃないの？そんな歌あったっけ？あのさ、今日ぐらいちょっと優しくしてくれない？ちょっとキラコメ多めでお願いしますよ。ねえリスナーさん、今日ぐらいさ、バカにするんじゃなくてキラコメでね。わで寂しいんだよ、一人で。バレンタインでかっこいい。ありがとうね。どう黒髪は。あー、ファンタスティック ST バレンタインラブだよ。ありやす、ファンタスティック、やったー。今日当日6位なんでね、すごいですよ。当日6位で一番多分飛んでるから、6位はね、すざまじくもらってますね。それでは今日はどっちかっつったらね、女の子が男の子にプレゼントする日って言うけど、俺からプレゼントあげますよ。聞いてください、真剣に歌います。Our own. The Bluetooth device is ready to pair.目を閉じれば億千の星、一番光るお前がいる。初めて一途になれたよ。夜空へ響け愛の歌。親友の彼女の連れ、美味しいパスタ作ったお前、固定的な女がタイプの俺、一目惚れ。大秘密負けてマジキレ、それ見て笑って楽しいね。優しい笑顔にまた癒され、ベタ惚れ。嬉しくて嬉しくて、が何もなくスキップして、好きって言って、おぼろげな月を見つめる君に釘付け。守りたい女って思った。初めて真面目な顔をしてキュッと抱きしめた。目を閉じれば億千の星、一番光るお前がいる。初めて一途になれたよ。夜空へ響け愛の歌。君に前どれ、最近付き合い悪いと言われるけど、なんだかんだ温かく見守ってくれてる優しい連れ。なへんな、でもいつも落ち込んだ。折り合いがつかない。パ
チンコ屋逃げ込み時間潰して気持ち落ち着かせて景品の化粧品持って謝りに行こう目を閉じれば億千の星一番光るお前がいる初めて一途になれたよ夜空へ響け愛の歌パワーオフ。ありがとうございます。いや、もういいです。歌は。馬鹿にされるんで。あ、クマさん、ありがとうございます。よかったら内装もしてくださいね最近少なくて押してくれなくて内装もよかったら500ぐらいまで押してくださいありがとうございますあのお風呂とかだと結構うまく歌えるんだけど実際こうやって歌うと下手なことない俺ね一人で歌ってる時とか配信外で結構イケてるなって時あるんだけど多分緊張してるんだと思うよ緊張してなんかうまく歌えないみたいなもうちょっとやれるんだけどねあ、ともちょこありますアンコールってそんな聞きたいのその歌が下手な人の歌を聞きたいっていう神経がわかんないそれなんで聞きたいの、ね、なんでなの何が聞きたいのバカにしたいのあ、よかったよ。ありがとうね。じゃあもう一曲、もう一曲だけじゃ歌いたいと思います。じゃあ。まったり。ドライフラワーは得意だよ。ゆうなでしょ。ゆうりくんだっけ？ゆうり系はいける、どれでも。だからそういうスローテンポの方が歌いやすいかも。ハイテンポよりも。スローテンポの曲の方が自信あるでもドライフラワーって失恋ソングじゃんなんかめめしくない歌詞がめめしいじゃん俺はね未練も何もないし引きずってないしそういう歌はあんま歌いたくないなどっちか前向きな歌がいいかもいやドライフラワーってなんか部屋にまだぬくもりがあるみたいな虎視眈々は得意だよ得意だけど聞き飽きてるでしょよく歌うからあ、本命チョコレモンちゃんありがとうキュンキュンキュンありがとうございますあ、ビールとオレンジジュースお腹すいたな腹減ったじゃあ歌ってあげるよボカロ本当に欲しがりだねああしょうがないあ Bluetooth device is ready to pair 歌ってあげるよこんなおじさんがさバレンタインデーでさこんなね音痴な歌歌ってさ俺の気持ちわかるあのね、惨めになってくるんだよでみんな優しいからいいけど何やってんだろうなってなるここの気持ちは心境わかるこの心境笑顔になれるじゃあいっかあーありがとうバレンタインハッピーバレンタインダブだよありがとうやったそうってそうだよ
みんなはなんかプレゼントしたの？彼氏、旦那とか。どうなんすか皆さんは。プレゼントする人いたの？中にはね、いるだろうけど。あ、あげたんだ。喜んでくれた？何あげたの？チョコ作ったの？俺去年はね、トム・ソーヤ池上にチョコをもらいましたよ。トム・ソーヤ池上が鍋にチョコ溶かして、あの手でね、泥団子みたいなチョコをもらった。うん、あんま言いづらいんだけど、多分溶かさない方が美味しかったんじゃないかなとか、うん、あのまずくしたみたいな、うん、いやね、そのもらっといてあれだけど、でそうやって作るんでしょ、チョコレート。市販のチョコレート買ってきて、鍋かなんかでまず溶かしてから作るんだよね。そうだよね。加工いらない？何加工って。ビガンとかつけてないよ。